はい、皆さんこちら今日のねサムチャンネルですけど、今日こちら WRX-S4 ですかね、こちらの方になります。で、作業の方ですけど、いつもの3種盛りですね。エンジン、スラッチナイザー、そしてエアコンメンテナンスで CVT フルードで、さらにですね、ちょっと来店された時に追加で言われたのが、ちょっとホイールの清掃してほしいと、まあ、あの鉄粉取り剤とかを塗って掃除するみたいなのやってるんですけど、まあ、そちらの方の、ね、ホイールの掃除、そしてあとね、ガラスの鱗の方ですね。でも見た感じだと、まあ、うちがよく撮ってるガラスの鱗を撮ってるような車と比べるとまだ汚くはない方なのかなとは思いますけどね。まあ、とりあえずね、こちらの方の作業の方をねやっていきます。で、今回のお客さんはね、神奈川県の方からご来店いただきました。あの遠いとこね、ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィークの連休のまだ入った初っ端ぐらいですかね、ちょうどまだ4月の終わりぐらいなんですけど、まあ、そこで多分来たっていう感じじゃないかなと思いますね。まあ、久しぶりになんか遠いところのお客さん来たかなっていう感じですね。ではね、こちらの作業の方やっていきますので、皆さん動画のご視聴の方お願いします。はい、じゃあね、作業の方やっていきます。まずスラッチナイザーですね、こちらのやっていきます。で、オイルの方を抜き取って、まあ、ジグセットですね。で、こちらのね、スバルのエンジン S4 の方はエンジン FA エンジンになりますんで、まあ、こちらの方はね、あのオイルキャッチタンク、そちらの方がいります。そのままね、接続すると、あのタービンのところにね、ちょっとオイルっていうか溶剤ですねが溜まっちゃうんで、あのエンジン始動時にあのめっちゃね、あの白煙が出るとかっていうトラブルにもなりますんで、この部分を切り離して、このホースをこういう風にセッティングをするという感じですね。で、こちらの方にあの、まあ、余分な溶剤っていうんですかね、なんかこの辺のスバルのところね、車がおそらくなんかこうキャッチタンクなのかが純正でついてるのかな、多分、まあ、そういった感じのであると。だから EJ とかだったら特に必要ないんですけどね、 FA だったらまあそういった感じになってるみたいな感じですね。で、こちらのスラッチナイズが起こったら、こんだけね、やっぱり溶剤出てくるんで、まあ、この余分な溶剤が、まあ、タービンに回ったりとかすると、白煙を吹いたりとかするっていうことになります。で、こちらオイルパンに残った溶剤のね、回収ですね、こちらの方もして、で、こちら添加剤ですね、金属マンも抑えるっていうのと、フラッシング効果ですね、そちらの方があるっていう、こうね、効果のある添加剤ですね、入れていきます。だからゴム類の性能を復活させたいんであれば、さらにここにゴム製の復活剤を入れるか、もう SOD1 みたいなのを入れるかっていうところです。で、次ですね、ガラスの鱗取り、こちらの方をねやっていきます。まあ、パッと見ね、まあわりかし綺麗そうに見えるんですけど、ちょっと濡らしてみるとわかるんですけど、まあ、こういった感じで鱗がねいっぱいついてるっていうところなんで、鱗取りをしてほしいっていうところの要望をいただきましたので、まあ、こちらの方をね掃除していきます。で、こちらのね、ガラスの方をね、磨いていきます。でね、濡らした状態でした方がいいですね。あの、こちらのね、方が伸びがいいんでですね。であとは何回か擦って、それでもまだ取れないとか、伸びが悪くなったら、ちょっと数滴水を垂らして、また伸ばしてやるっていうようなね、感じにしてやるといいんじゃないかなと思います。まあね、やはりね、これぐらいの、だからもう、あからさまにめっちゃ、なんかウォータースポットついてるよ、みたいな、そんなんじゃなくてね、あの、やってくれっていうとこなんで、やっぱオーナーさんのね、愛を感じるっていう部分はね、ありますよね。まあ、やっぱりね、これだけね、まあ、車を大事にしてるっていうのはね、伝わってくるんじゃないかなと思います。で、ガラスもね、やっぱり実際磨くと、磨く前と磨いた後で、全然ね、あの、表面具合とか、まあ、見た目の色味の良さとか、ガラッと変わるんで、やっぱりね、ガラスの磨きって結構ね、重要じゃないのかなって思いますね。それだけでもね、車の、まあ、見た目がガラッと変わるっていうのはあります。で、サムさんとこもね、だから車を売る前とかにやってますね。どうしても展示してる時間が長かったりするともうね、鱗まみれになっちゃうんで、まあ売る前にね、もう最初売れてしまう前にもうやってしまうっていうようなね、感じです。で、こちらの方のね、磨きが終わって、まあ、パッと見るともう最初も綺麗だったんで分かりにくいんですけど、さっきの言ったようにあの水拭きですね、まあ、した時のまあその鱗の感じっていうのをまた見てもらうと違うんじゃないかなって思いますけどね。で、こういう感じでまたこうシュッと濡れたタオルで拭くと、さっき出てた鱗が出ないっていうね感じになってるんで、まあ、これでね綺麗になってるんじゃないかなと思います。ただコーティング関係をしてる人は全部取れちゃうんで、水がね弾く方がいいっていう人はもう一回撥水をするっていうふうにした方がいいですね。で、あと、ホイールの鉄粉取り、こちらの方もね、やってほしいっていうことです。ね、ホイールがね、またいいホイールがついてますね。BBS って書いてますね。で、こちらのね、なんか金のホイールって、なんか昔のスバルなんか特になんか金のホイールがついてたかなっていうイメージがありますね。BBS でとかね、なんかそんな感じのイメージありますよね。で、思ったほどね、なんか鉄粉がめちゃくちゃついてたかっていうと、そうでもないと。なんかハブの部分の方がめちゃくちゃ出ますけどね、普通にリムとかあの辺は全然ね出ないから、まあまあ全然いいんじゃないかなと思います。
で、こちらのね、ホイールの方をきれいに清掃をして、ね、で、鉄粉の方もきれいに取ってっていう感じ。で、汚れがひどい場合は、またね、酸の薬剤があるんですけど、まあ、そちらの方でやると。この前ね、ちょっと別のね、車屋さんから、よく動画でやってるホイール清掃するって、あれ、本当にそんなにきれいになるのみたいな感じで言われました。で、酸のやつはね、ほんと撫でただけでね、取れるんですよね。まあ、取り扱いは要注意ですけどね。で、次ですね、CVT フルド。こちらのね、交換の方をやっていきます。抜いたサンプルはこのような感じ。まあ、出てる感じもね、まだ割かし綺麗じゃないのかなっていうとこはね、ありますね。こちらね、車の走行距離なんですけど、22,000キロなんですよね。22,000キロなんで、なかなかね、まだまだ汚れてないです。で、スバル系は量が多いんで、今一回ね、抜いて5リッターね、フルフル溜まったんで、また捨ててっていう感じでやってます。まあ、ですんでね、そんな感じでね、非常にね、量が多いんで、作業するときのね、コスパがね、非常に悪いと。まあ、ただね、普通の車よりやっぱ多い分は汚れにくい分もあるし、まあ、ワンサイクルで割りかし綺麗になるっていうのもあるんで、まあ、大体ね、2回で終わるのが多いかなって印象ですけどね、まあ、内容によってやっぱり3回目突入するっていうこともあります。もしくはね、2回で綺麗になって3回目で、まあ、フィニッシュフルードをするっていう方、まあ、スバル乗ってる方ってやっぱこだわりの強い人割と多いんで、やはりね、最終フルードにいいのを使ってほしいっていう人も結構多いかなっていう印象はね、感じますね。で、こちらオイルパンの方を外して、ね、で、こんな感じですね。鉄粉もそれなりについてます。で、こちらのね、マグネットの方は結構ひどいですね。まあ、走行距離2万キロですけど、やはり、最初のうちがやはり一番出ると思ってますんで、まあ、こんな感じで、こんもりね、もう山なりにヘドロのようにいっぱいついて、そして鉄粉もこんな感じでね、出てくるんで、まあ、皆さんもね、一回早めにやった方がいいんじゃないかなと思います。で、一回やったら、まあ、次やるときはフルドのみ変えて、で、その次やるときとかがあれば、また一回開けてみるとかでもいいんじゃないかなと思いますね。だから過去にね、やった、ね、作業をやった方とかでも、やはり一回やった後に二回目はね、フルドのみ交換とか、まあ、二回目も開けて中身が見たいっていう人もやっぱりいるんですよね。コアのお客さんが多いんで。だからま、そういったのもあって開けることもありますけどね。まあ、そこはもうオーナーさんの選択かなとは思いますけど、一回開けてやっておくとね、割かし、もう次はつきにくいのは、ま、つきにくいと、だからついてる量は少ないのかなっていうイメージです。まあ、こちらの液体ガスケットを取るっていうのも、やはり距離が少ない車が新しいってなれば、やはりね、作業性もいいですね。古ければ古いほどやっぱカッチカチでハリハリで張り付いてるんで、まあ、やっぱりその取るっていう作業で結構難儀するかなっていうのはね、あります。とりあえずはね、こういう感じですね。で、綺麗にね、鉄粉の方も取ってね、清掃後はこのような感じです。で、この後エアブローで一回綺麗に乾かして、ホコリも飛ばして、ね、で、ガスケットを塗って、まあ、貼り付けの方をするっていう感じです。で、あとストレーナーの方ですね。こちらの方もまだ変えてなかったんで、ストレーナーの方をね、変えていくっていう感じです。で、スバルもね、車種によってはストレーナーが出ないとかっていうのも、まあ一部あるかなっていうのはね、ありますね。もうなんでね、こう何でも出るようにしないんだろうなっていうのありますよね。ね、だからスズキの車とかでも結構出なかったりとかして、まあ同じものを使ってるものから流用するっていうような感じのが多いですけど、なぜ設定のね、今を作らないのかっていう、もうよくわかんないですね。で、親友の方ですね、こちらの方をね、充填していきます。まあ、親友の方も先ほどね、抜いた量が多い分だけ、まあ一発目に入れるのが多いと7リッターとか、よく見るのは多分3リッター、4リッター、5リッターとか、まあ、その辺が多いんじゃないかなって思うんですけど、大体スバルやると6、7は大体入れるかなっていうイメージですね。だからやっぱりね、スバルのお客さんっていうか、まあ、問い合わせをしてくる方っていうのはやっぱりね、コストがかかるんで、特にやっぱりこうマニアックな方が多い分ね、スバル車の問い合わせ率って割と高いんですよ。で、そうなった時にね、やっぱり金額はね、やっぱりこう言うと高いのをね、そんなにするんですかみたいな感じはあるんですけど、やっぱり使う量が違うっていうとこですね、一番は。で、だからまあ、車が走ってれば、やっぱセット数がね、2か3かっていうとこ、見積もりするときって、高めにはするんですよね。基本的には高めにします。まあ、ただ、高めにしても、まあ、大体高め通りの読みになっても、最後に1リッター、2リッター不足があったりすると、その分で上がることもあるんですけど、高く出しといた方が、安くする方に関して言うとね、まあ、基本的に文句言う人はいないんで、ね、だからまあ基本的には高めの見積もりで、セット数も、じゃあ3セットとか4セットとか5セットとかは、ちょっと多めに、まあ距離とかにもよりますけど、そこでちょっと多めに使
作ったりして、まあ、その通りになることもあれば、まあ、ワンセット減るっていうこともあるんですよね。だからまあね、高めには言うんで、どうしてもね、高く聞こえるっていうのもあるかもしれないです。で、ニューテック6号ですね。こちらの方で指名をします。だからまあ距離もこの距離なんで、まあ1回で割りかし綺麗になってます。で、こっからね、ニューテックカラーにやっていくっていう感じですね。まあ、スバルのね、まあオーナーさん、ほんとね、こだわりが強い方が非常に多いんで、まあそういった方がね、やはりこういったハイスペックフルードを使うっていうのも、大体そういう人が多いですね。で、まあやはりね、ハイパワーな車も多いかなっていうところもあるから、まあそういうところをセレクトするっていうのもあるかもしれないですけどね。まあ、あといいものを入れて、ね、まあサムさんのとことかが、じゃあ交換は次はこれぐらいですよっていうシールとか貼るんですけど、まあそれより長く乗ってもいいんじゃないかなって思います。ね、それだけ物もいいんでですね、まあ、考え方はいろいろじゃないかなとは思いますね。で、こちらね、2回とも終わって、綺麗になりましたね。で、SOD1 ですね。こちらの方も入れていくんですけど、やっぱ総数に対して入れるんで、SOD1 で入れる量もあからさまに多いっていうところで、もうすべてにおいてね、まあやっぱコスパがかかると。まあでもね、やっぱ油量が多いってことはね、やはりミッションには優しいんじゃないかなとは思いますね。で、こちら新油1リッターですね。充填して、で、これでね、作業の方はね、終わりますね。あとね、油量の調整ですね。で、そのする前に、こちら、冷やすと。で、今はもうね、暑くなってきてるんで、スポットクーラーで結構最近は冷やしてますけど、まあ、このぐらいの時期はまだね、涼しいぐらいの時期なんで、扇風機ですね。そちらの方を使ってっていう風になってます。で、こちらね、油量の調整ですね。こちらの方をやっていきます。で、これで、ね、油量調整が終わったら、OK ですね。で、あと試運転を最後するっていう感じになります。まあ、ここもね、ちょっとマフラーがね、ちょっとね、位置があんまりよろしくないんで、手を火傷する恐れもあるんでね、ちょっと気をつけないといけないかなというところです。で、次ですね、エアコンメンテナンス。8.7 度ですね、作業前吹き出し口温度。まあ、割かし冷えてるんじゃないかなと思います。で、ガス規定量475ですね。で、入っていたガスが345で、130ですね、少ないっていう感じに、ね、なってます。だからまあ、車的にはですね、こちらがまあ2年式になりますので、令和2年ですね。まあ、その年数と、まあ新車の時に少なかった分プラス、まあね、これからこう乗っていって、まあ減っていった分とかっていうのも考えれば、まあ、そんなめちゃくちゃはね、減ってる、かな、減ってるのかな、まあ2割3割ぐらいっていうところですよね。まあ、それぐらいなんで、まあそんなもんなのかなっていうところですね。で、こっからね、まあフラッシングをします。で、フラッシングをするとね、やはりこう古いコンプレッサーオイルの方が出てきますので、まあこちらのね、オイル交換ですね。まあそれをするっていうとこをメインにやって、でまああとは、まあ要はね、詰まりとか取れるのは取れるか取れないかもう実際やってみないとわかんないけど、まあ、詰まってる何もちょっと良くなったりとか、みたいなことがあったりとかですね。特にね、やっぱり今の時期になってくると暑いんで、やっぱエアコンが効かないで持ってくる人がちょっと増え出すんですよね。まあそうなった時に、やはりどうしてもね、ガスだけをね、入れてやるっていうので、冷えが戻らないこともあるんで、まあそういった時にね、まあ、フラッシングであったりとか、まあ、フラッシング以外にも、まあ原因があったりとかね、フラッシング以外っていうか、フラッシングしても治らないなら、まあそういった他のね、詰まり以外の原因だとか、まあ詰まりも取り切れない原因もあるかもしれないですけど、まあやっぱり、いつも言ってます、電ファンが弱くなってるとか、ね、コンデンサーが詰まってる、コンプレッサーが弱くなってるとか、液パンが詰まってるとかですね、まあ、ガスが漏れてるとか、まあいろいろな理由があったりとかしますんで、まあ、エアコン結構ね、難しいんで、まあ特に夏場になるとですね、この車でエアコンが効かないんですけど、何が悪いか分かりますかっていう問い合わせがね、非常に多いんですけど、分かるわけがないみたいなね、まあそういった感じの状況下ではあるかなっていうとこですね。まあとりあえずはね、まあそういった感じなんで、まあしっかりとエアコンのメンテナンスをしてやって、ガスメンテとオイルメンテですね、そこをしっかりしてやることで、まあ長く大事に乗るっていう部分ではいいんじゃないのかなって思います。やはりね、エアコンのオイルが変えられるっていうところが一番素晴らしいこの機能なんで、まあそう簡単に容易にね、エアコンのオイルを変えるっていうのができないっていうところが、オイル交換ができるっていうところがね、まあ良くなったとこじゃないのかなっていうふうにはね、思います。まあ、この前はね、ニューリリースしたね、ニューテックの添加剤ですね。そちらの方も早速使う機会があってっていうところです。で、コンプレッサーオイルですね、こちらの方が出てきてますけど、ちょっと汚いですね。まあ、スバル系がなんかイメージ的にちょっと色濃ゆめで出るかなっていう、元の色が透明なのか透明じゃないのかちょっとわかんないんですけど、やはりレボーグであったり WRX とかをすると、まあ、結構汚れてる印象はあるのかなっていう感じですね。
で、こちらガスの方を入れていきます。んで、点火剤の方にもね、ガスが入ってますので、その分だけ差し引いて、で、ガス充填ですね。そちらの方をして、で、そしてね、こちらですね、点火剤ですね。まあ、こちら入れることで、また燃費が良くなったりとか、エアコンの冷えが良くなったりとかっていうのもありますので、まあ、非常におすすめの一本じゃないかなと思いますね。で、こちらの方が充填し終わったら、吹き出し口温度ですけど、まあ、6.9 度。まあ、さらに冷えるようになりました。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちら WRX ですね、3種盛りですね。エンジンスラッチナイザー、そして CVT フルードの交換、エアコンメンテナンスで、あと追加作業で、ガラスの鱗取りとホイールの鉄粉取りですね、こちらの方をしました。で、走行距離こちらね2万キロぐらいなんですよ。あんま走ってないです、まあ、ですんでフルード交換はまあ1回目をやればもうある程度綺麗になると。で、ハイスペックで締めるっていうのがありましたので、その後ハイスペックフルードで締めるっていう感じでやりました。一応色味の方ですけど、まあ、このような感じですね。ですんで、こちらがね最初ですけど2万キロで、まあまだ透け感は若干あるんですけどね。で、最終終わってこのような感じのね色味になってますっていう感じですね。まあ、ですんでね、外したオイルパンのねマグネットとか結構鉄粉がついてたんで、やはり最初のうちが鉄粉が出ますので、まあ早めにね一回開けて掃除するっていうのは皆さんもやってみるといいんじゃないのかなっていうふうにはね思います。で、あとエアコンの方ですけど、出てきたコンプレッサーオイルが汚いですね。WRX とかレボーグとか結構よくやってて思うのが汚いイメージがあります。もともと入ってる色がちょっと色味がついてるタイプなのかもしれないし、まあそうじゃないのかもしれないですけど、まあ、イメージ的に言うとね、やっぱりこの手はなんか汚いかなっていう感じですね。で、まあ、しっかりとガスメンテナンスをして、冷えですね、そちらの方も良くなりました。まあ、基本的にはやはりねガスが新車の状態でも少ないので、まあ、それが満タンになるだけでも全然ね冷えがアップするんですけどね。また配管の中の洗浄をして古いオイルを出してやるっていうのもまあ大事じゃないかなっていうふうにはね思ってます。で、あとエンジンスラッチナイザーで、スバルはエンジンが昔のねEJ とかあの辺だったらキャッチタンク必要ないんですけど、この WRX でも MT と、まあ、CVT ですねのタイプでまたエンジンが変わってますので、まあ、こちらの、ね、CVT が乗ってる方のタイプは FA エンジンになるのかな。この辺だとキャッチタンクが必要になります。で、動画の中でもありましたけどね、多分1リッターぐらい出てきてますね、キャッチタンクに。あれが要はもともとタービンに刺さってるんで、それが行くとエンジンかけた時に白煙がモフモフ出ると、ね、だから溶剤がいかないようにキャッチタンクで受けてやるっていうのが、まあ、このスバルの場合だと必要ですね。だからまあスバルのね、なんか多分ディーラーさんとかでもスラッチ内では割となんか導入している店舗多いらしいんで、まあ、やはりねそのキャッチタンクとかで対策はしてるんじゃないかなとは思いますけど、スラッチナイザー持っててあんまりスバルやってないようなとこで頼むと、もしかしたらキャッチタンクのことを知らずに白煙もくもくなんてこともありえるかもしれないんで、そこはねよく確認をして、まあ、出してみるといいんじゃないかなと思います。で、あとガラスの鱗取りですけど、ガラスの鱗なんですけどね、まあ個人的にはまあいつもよく引っ張ってきた車をね、鱗取りますけど、そういった車と比べると全然綺麗です。まあ、ただオーナーさんが多分車を大事にされる方なんだろうなっていう感じですけど、まあ、一応ね全面の鱗取りをしてっていう感じですね。で、そちらの方をして、あとホイールの鉄粉取り、まあ、ホイールもね、まあこの手のね車の割にはそんなに鉄粉はついてなかった方なんじゃないかなっていうふうにはね思いますけどね。で、ホイールも BBS とかがついてるんで、まあ、これもまたね大事に綺麗にされたいっていうところなのかもしれないですね。まあ、とりあえずねこんな感じでとりあえず出来上がりました。まあ、非常にねやっぱりいい車です。試運転でね、ヨーマン君も運転して、この車はやっぱ面白いですね、速いですねみたいな感じでね、なんか感動してたようなんで、まあ、確かにね、そう思います。もう、スバルのね、やっぱこの辺の車はね、なんかもう、おかしな加速をしますからね、みたいな感じで、非常にいい車じゃないかなと思います。それでは今回はね、神奈川県の方からご来店いただいた3種盛りメンテの WRX でした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。